どうやら冗談というわけでもなさそうね。待ちたい。いきなりどこへ。一人で勝手に行くつもりか。慣れ合うつもりはない。それとも貴族風情と連れ立って歩きたいのか。まあ魔獣が怖いのであれば同行を認めなくもないがな。武王尊ぶ帝国貴族としてそれなりに剣は使えるつもりだ。ノブレス・オブリージュとして力なき民草を保護してやろう。誰が貴族ごときの助けを借りるものか。もういい。だったら先に行くまでだ。旧態依然とした貴族などより上であることを証明してやる。とにかく我々も動くしかあるまい。念のため数名で行動することにしよう。そなたとそなた、私と共に来る気はないか。ええ、別に構わないけれど。私も正直助かります。それにそなたも。ふん、まあいい、後で声をかけておくか。では我らは先に行く。男子ゆえ心配無用だろうが、そなたらも気をつけるがよい。ああ。それでは失礼します。目の敵にされちゃったみたいだね。ああ、後でちゃんと謝っておかないとな。それでどうする。せっかくだから俺たちも一緒に行動するか。うん、もちろん。というよりさすがに一人だと心細いよ。依存はない。俺も同行させてもらおう。ガイウス・ウォーゼルだ。帝国に来て日が浅いからよろしくしてくれると助かる。そうか、やっぱり留学生だったか。こちらこそよろしく。リーン・シュバルツァーだ。エリオット・クレイグだよ。それにしてもその長いのって武器なの？
なあ、これか。十字の槍。なんだかかっこいいね。故郷で使っていた獲物だ。そちらはまた不思議なものを持っているな。あ、うん、これね。杖？いや、オーブメントなのか。新しい技術を使った武器でオーバルスタッフって言うんだって。入学時に適性があるって言われたから使用武具として選択したんだけど。なるほど、そんなものがあるのか。俺も聞いたことがないな。なんでもまだ試験段階の武器なんだって。それで、リーンの武器はその？ああ。それって、剣？帝国のものとは異なっているようだが。これは太刀さ。刀身、見事だな。東方から伝わったもので、切れ味はちょっとしたものだ。その分扱いが難しいからなかなか使いこなせないんだが。なんだかすごく様になってたけど。せいぜい当てにさせてもらおうか。さて、俺たちもそろそろ行くとしようか。ああ、警戒しつつ慎重に進んでいこう。まずはお互いの戦い方を把握しておかないとな。うん。引き締めていこう。敵発見！撃破する！行くぞ！任せてくれ。そこだ。甘い。逃さん。参る。
俺の番だ。そこだ。俺の番だ。よし、これで大丈夫だ。のが何匹もうろついてるのかな。気配を感じる。間違いなさそうだ。とにかく焦らず先に進もおや、宝箱があるな。襲い来るが迎え撃つのみ。俺の番だ。はあ。Oh.
の番だ。そこだ。うん。やっ。はあ、なんとか勝てたね。本当に地下道って感じだよね。方向感覚がなくなってきたかも。ああ、気をつけて進まないとな。
エリオット、大丈夫か？怪我はなさそうだが。うん、緊張しっぱなしで気が抜けちゃったみたいで。二人ともすごいな。全然平気みたいだし。まあ、慣れの違いだろう。どうする？手を貸そうか？ううん、大丈夫。ちょっとよろけただけだから。よいしょっと。おい、エリオット！え？しまった！よかった。間に合ったみたいだな。あ、確かマキアスと言ったか。ああ、さっきは身勝手な行動をしたと思ってね。いくら相手が傲慢な貴族とはいえ、冷静さを失うべきじゃなかった。すまない、謝らせてほしい。いや、気にすることはないさ。うんうん、あんな状況だったしね。危ないところを助けてくれてありがとう。いや、引き返したところに偶然行き合わせてよかった。君たちは3人だけみたいだな。ああ、他のメンバーはもっと先行していると思う。最初の場所に戻ったとしても誰もいないだろう。そうか。そのもしよかったら僕も同行して構わないか？見ての通り銃が使えるからそれなりに役に立つはずだ。ああ、喜んで。リーン・シュバルツァーだ。エリオット・クレイグだよ。よろしくね。ガイウス・ウォーゼル、よろしく頼む。マキアス・レーグニッツだ。改めてよろしく。そういえば身分を聞いても構わないか？その含むところがあるわけじゃないんだが、相手が貴族かどうかは念のため知っておきたくてね。うちは平民出身だけど。同じく。そもそも故郷に身分の違いは存在しないからな。なるほど、留学生なのか。それで君の方は？ああ、少なくとも高貴な血は流れていない。そういう意味ではみんなと同じと言えるかな。そうか、安心したよ。見たところ女子もいないし、先を急いだ方が良さそうだ。万が一危険に陥っていたら僕たちがフォローしないとな。ああ、そうだな。
では、出発するか。任せてくれ。ああ、そこだ。しかし、どうして学院の敷地にこんな場所があるんだ？そうだよね。落とし穴まで用意してるし。先に進もう。よし、掴んだ。やったね。まだまだこれからだ。